しました。ここからは内田選手への体当たり取材ご覧ください。先週の放送で内田選手のインタビューチャレンジには私一人で向かうことになったとお伝えしましたが、実は今回の取材、フランクフルト空港に着いた後、そのまま130キロ離れたカールスルーへ移動して山田選手の取材、さらにその日のうちに360キロ離れたオランダとの国境近くのホテルまで移動するという強行軍、今度はそこから100キロ離れたレバークーゼンまで移動するという過酷な取材となりました。スタッフと別れてこれからシャルケの試合会場に向かいますが、私には心強い味方、コーディネーターのクラウディアさんがついています。お願いします。よろしくお願いします。クラウディアさんは東京大学の大学院を出たというスーパーコーディネーター。アウトバーンを200キロ近いスピードでぶっ飛ばして、速度制限ないですからね。確かに、はい、レバークーゼンに1時間ちょいで到着することができました。レバークーゼン対シャルケの試合が行われるバイアレナに到着しました。試合後のミックスゾーンでいよいよ内田選手にインタビューチャレンジです。まずはアウェーまで応援に駆けつけたシャルケのサポーターに内田選手のことを聞いてみました。ein sehr guter Rechtsaußenverteidiger. Also sehr, sehr zweikampfstark. Ja, er ist sehr sympathisch. Und als Fußballer finde ich ihn auch sehr gut. Ist ein sehr guter Verteidiger. Reißt sich auch immer den Arsch auf, läuft für fünf. Ist echt super. そしてこちら記者の控室なんですが、すごく豪華なんですよ。このようにずらーっと美味しそうなものが並んでいます。いろんなメニューがありますね。そしてもちろんソーセージも。ドイツ B 級グルメとして知る人ぞ知るカレーソーセージがあったので、もちろんいただきました。おいしい。なんとピッチに降りることが許されました。これから行ってみます。私たちへの取材許可は記者会見とミックスゾーンだけのはずだったんですが、なぜかピッチサイドにカメラを持って入ることができてしまったんです。収容人数およそ3万人のレバークーゼンのスタジアムは全ての観客席に屋根がついています。これに歓声が反響して試合中はすごい迫力でした。そしてこんな機会ないと思って選手用のベンチにも座ってみました。違うでしょ。よしよしよ、いいのかな、いいのかな、座っちゃいました。今ウォーミングアップが始まりました。そこに内田選手がいます。間近で内田選手のウォーミングアップを見ることができたんですが、撮影はここまで。試合後はいよいよミックスゾーンで内田選手を待ちます。スポパラでしたっけ？スポパラです。ありがとうございます。今誰やってるんですか？沢登さんと私です。沢登さん。そうか、沢登さんやってる。はい。じゃあ余計やっぱエスパルス頑張るんで。静岡のサッカーについて今何か思うことはありますか？僕は静岡も人間ですし、やっぱりちょっと高校サッカーはね、最近選手権とか総体、国体で静岡なかなか勝ててないんで、そこはやっぱり静岡の人間として悔しいですし、高校サッカーから J リーグのチームまでね、もうちょっとこう活気が出てくるといいかなと思いますけど。ということで、うちの声少ないんじゃないの？いや、そう、いろいろあるんですよ。いろいろあるんだ。そうなんですよ。なんか思った以上に少ないなとは思ったんだけど。そうですね。でも、なんとか目標にしていた静岡で、うちね、喋ってくれた。はい、会うことができました。でも、とにかくドイツっていうのはもうサッカーへの情熱が本当に強い国で。まあ、もちろんですよ。そうですね。でそうすると、やっぱサポーターの皆さんのこう評価もかなり厳しいというか、目も厳しいわけなんですけど、そこでこう静岡から出ていた選手が活躍してるっていうのが何より嬉しかったですね。あとは移動が大変だったでしょ。大変でしたけど、本当に俺はいつもそういうことやってるんだよ、ね、海外行った時。ノーさんの気持ちが分かるでしょ。しますけれども、また行きたいですね。はい、ぜひお願いします。今度僕
ですからね。はい、そしてあのオランダでコーチ修行中の藤田さん、藤田俊也さんについては近日中にお伝えします。うん、